腱鞘炎らしきもので悩んでいます。神様にキスをすると左肘のみ痛く、右親指と人差し指を揉むと痛いです。上半身エクササイズ、股間周りのエクササイズをやっていますが、やった後体が軽く感じますが、また不快感が復活します。どう改善すべきでしょうか。職業給食のおばちゃん、あーそっかそっか。手をたくさん使われるお仕事をされていて腱鞘炎と、左肘と右なのかな、どっちもっていうことですかね。手をたくさん使ってしまっているから痛くなっていると。ただもうね、結果が出ているわけじゃないですか。上半身エクササイズをすると、で股関節周りのエクササイズをやったら体が軽くなるんであれば、方向性としては絶対正しいと思うんですよ。方向性は正しい、だけれどもまだまだ十分足りていないっていうことだから、それはもう毎日繰り返すことだと思います。で、毎日繰り返していかないと、多分もっと職業柄使うからひどくなりそうな気がするから、それを毎日するっていうのはもうルーティン化させて、習慣化させていって、歯を磨かないと気持ち悪いっていうような感じにまでなっていくぐらい、もうストレッチを日常生活の中で取り入れてくださいね。その上でできることといえば、お風呂をもう毎日入ること。そしてもしかしたらですよ、給食のおばちゃんだったら試食とかしなきゃいけない場面があるかもしれないから、砂糖だとか人工的なものですね、添加物だとか甘味料だとかって結局痛みを増やすわけですよ。痛みを増やす、回復を遅らすんですね。だからそれらはもしかしたら試食しなきゃいけないからね、ちょっと難しいかもしれないですけどね。もし食べなくてもいいんであれば食べない方がいいと思います。治したかったらやっぱり外側からストレッチをするのも大事、筋肉をほぐすのも大事、そしてお風呂に入って筋肉を緩めて温かくして回復を促すのも大事だけれども、中側からも治していかないといけないと思うんですよ。まあね、ちょっと職業柄ね、どれぐらい食べなきゃいけないのか分かんないんで、ちょっとなんとも言いようがないですけどね。クビにならないと困るから、だからその辺の悪いものはもうできるだけ食べないようにして、で、いいストレッチを習慣化なさってください。でも方向性としては正しいですよ。進んでいる方向は正しいから、人の体って絶対に治るようにできているんですよ。本当に治るようにできています。僕たち生きている限りもうずっとずっと回復するんですよ。もうどこか指を切ってしまったと手を切ってしまったんであれば、勝手に治っていくじゃないですか。治そうとしなくても治っていくじゃないですか。もうそれって僕たちの生命エネルギーが頑張ってくれているんですよ。もうそれが筋肉の下でも起きていますからね。筋肉の下でも回復しよう回復しよう回復しようっていう力が人間には備わっているから、それを信じて、そのためには正しい環境、正しいエクササイズ、正しい食べ物をすること、こんな感じでございます。レイコさん、グッドラックでございます。いつもありがとうございます。